森のエネルギー研究所の菅野と申します。この絆の森木造ゼブ事務所建設時のプロジェクトリーダーを務めておりました。このゼブという建物自体がまだまだ馴染みがないかと思うんですけれども、弊社では今後2050年 CO2 ゼロに向かって CO2 ゼロ脱炭素な建物を作っていくと、その一環として小さな事務所であってもゼブを達成できると。ゼブを達成しようとする場合には実は鉄骨造とかそういった建物よりも断熱気密に優れている木造で建てるということが実は一番近道であり、コストも安く、地域の木材も使って、地域の活性化にも貢献できるといった視点で今回木造のゼブというのに試みました。建てるんであれば、東京の木を使えたということで東京ウッドさんの取り組みこれまでも存じておりましたので、日野原村さんともお付き合いがありましたので、田中理乃さんですとか東京チェーンソーさんとかが切ってきた材を、地元の、アキル農で実際に製材していただいて、そこから小島工務店さんで建てていただいてといった流れで、東京の木をなるべく使いたいということで今こちらにもいますけれども、2階にある杉の柱ですとか1階のヒノキの柱ですとか、そういったものを中心に多摩産材を活用しているといった取り組みをしております。森のエネルギー研究所、大場達夫と申します。森のエネルギー研究所っていう会社は今からね21年前にできた会社なんですけど、森林がね荒れてて、それをどうやって復活ねさせてあげたらいいのかって、その思いで作った会社です。そのオフィスも自社ビルならぬ自社小屋建てたいって、そんな思いがあったから、なんかコラボレーションしたらいいんじゃないかっていうことで、それでその探してたんですね。木をふんだんに使って地元の素材を使って、それで地元の人たちとか関係する人たちをいかにたくさんの人に協力してもらって、それで、ね、コラボレーションのビールになっていったらいいねって、そんな思いがあったんですよ。これからのね、オフィスもそうだしお家もそうなんだけど、本当に人にも環境にも地球にも全部関係ないもの一個もないから、それを全部、配慮してやっていく。だからこれからね、地元の木で木造のねゼブ、ゼッチ、オフィスもお家もそんな形で、これをねなんか景気にどんどんみんながやってってもらえたらめっちゃ嬉しいですね。